我々ユメは県外でライブをやるのは初めてなので、ちょっとだけ説明をさせてもらいます。今日我々を知らないで来てくださったお客様の中でこれは何て読むんだっていう方は多分何人かいらっしゃると思うんですけど、バンド名イウェウって呼びます。イウェウ、字面をひっくり返すとローマ字読みで眠いってなります。眠いっていうバンド名を最初につけたかったんですけど、活動していない架空のバンドが眠いっていう名前をつけてたので、字面をひっくり返してインウェブっていうちょっと強引に、つけた名前をでバンド活動をしています。で今日は僕らアコースティック編成の、パフォーマンスをしています。普段は小堀くんは、普通のフルドラムセットを使って僕もエレキギターを使っていたりします。もしねまた機会があれば、他の形式で見ていただければまたより違う僕らの側面を見えるのではないかなと思うのでまた足を運びに来てください。次いきます。
いただきありがとうございます。
スノッキーレコード皆さんありがとうございます。最高のおもてなしを受けている感じがします。嬉しいです、ありがとうございます。そして水戸の、DJ アガガとドロン、ありがとうございます。僕ら CD2 枚作ってます。1枚は、ミニアルバム、5曲入りのミニアルバムと、でその5曲を、リミックスしたリミックス版、2枚出してます。今日も持ってきてるので、僕らのライブに、興味を持っていただいた方はぜひぜひ、お手に取ってみてください。それとですね、次回のライブはまた、来月栃木にライブやります。栃木ライブやります。2月の22日益子でやります。益子三交換で、なんと2月のですね22日、絶対寒い真っ只中、暖房もなしに、かじかんだてでライブをやる予定ですので、外でそう、もしくは屋内の可能性もあるんですけど、まあ屋内でも外でも風があるかないかぐらいの差しかないので、詳しくは、ぜひぜひ Facebook で情報を公開してるのでね、ぜひチェックしてください。じゃあ次は最後の曲になります。ありがとうございました。また、遊びに行きたいと思います。ぜひぜひ寄ってください。
おぉやっちゃえやっちゃえしかも長い固まっちゃったありがとうございます。僕ら基本的にはロックバンドなので、このアコースティックセットっていうのはまた違うものなんですけども、要は僕らあと1曲しか持ってないんですよやるにしてもロック、いわゆるコーリ君がフルセットの、ロックバンドでやるパターンだと思って曲あるんですけど、アコースティックだとちょっと俺のせい見てるコーリーよかった、これあと1曲しかないんです。あのせいだって1曲しかないやっとようやくフルった泣けなしの一曲を最後皆さんに聴いていただいて、終わりにします。ありがとうございました。
ました。